最近では1,000円で髪を切れるお店が増えていますがただその低価格だと利益も少ないのでそのうまくいかない時代になった時にいきなり耐えられなくなるんですよね。なのであの安売りでこう名を馳せたなんだっけ東京スタミナドンペ。 みたいな,なんかあの飲食店がなんか突然バタバタとふなんか減ってったみたいなのもああいう感じで割とその利益が残らない形状のビジネスで続けていくとその売り上げが伸びて店舗を増やしてっていうのの伸びてる時はいいんですけどそうすると大体飽きられるんですよねあなんかこれもう食ったからいいやみたいなんで飽きられた時に売り上げが下がるともともと利益が少ないのでいきなり赤字になっちゃってもう店閉めるしかないよねみたいになっちゃったりするので。 なので、その安いっていうこと自体を売りにするのは良くないと思うんですよね。あの無印良品とかって安かったとしても安いを売りにしないんですよね。いや、その質がいいし、さらに安いで要は質でいるのか。もしくはその ikea とかも。まあ安いっちゃ安いんですけど、あれもそのデザインが悪くないよね。で安いなので、安い以外の要素っていうのを一応持ってたりするんですよね。